はい、前回はですね、パグさん飛行部隊を作りました。プテラノドンとメイウィングの飛行部隊でございます。で、飛行部隊を作ってですね、早速ワイバーンの卵をですね、プテラノドンの、第1番プテ A で取りに行ったんですけれども、あえなく瞬殺と、いうことになりました。プテラノドンはね、まだまだ N までいるんで、 N A B C D E F G H I J K L M N、はい、14匹部隊がおられますので、まだプテ A が、やられてしまっただけなので、2機目ですね、プテ B でいきたいと思います。さあ、今ですね、プテ B に乗りまして離陸いたしました。はい、ワイバーンの巣に到着しました。ちょっとね、プテ A のですね、まあ、犠牲の上にですね、分かったことがあります。基本、プテラノドンはですね、ワイバーンに見つかってはいけません。メイウィングだとね、早いから逃げられるんですよ、見つかっても。プテラノドン見つかるとね、すっげえ追っかけてきますね、ワイバーン。はい、ということでですね、ワイバーンに見つからないように行きましょう。これはですね、パグさん名付けました。名付けて、かくれんぼ作戦。はい、じゃあ見つからないようにゆっくり行きましょう。あ、卵あんねんけど、普通にライトニングワイバーンの卵、簡単やん。15回。雑魚、意外とワイバーンちょっと少ないんですよね。また見つけました、卵。また青なんでね、ライトニングワイバーンですね。あ、いたいたいた、ワイバーンいる。そーっとですね、着地して、なんぼや、15って。一瞬やん、さっきと。雑魚、はい、ちょっと見つからないようにね。またあったんで、今度赤い卵なんで、ファイヤーワイバーンの卵ですね。そーっとね、そーっと見つからないように、ほい。90か。うん、ちょっと場所を覚えておきましょう。さっきのワイバーン、あれ卵です。あ、あそこにもある黄色い卵ですね。なんやろう、初めてかも。いきます。あ、黄色い卵、なんやこれ。お、ポイズンワイバーンの卵ですね。20か。20ってはちょっとな、雑魚いかな。あそこにね、青い卵あるんですよ、ライトニングワイバーンの卵。ちょっとね、訳があってちょっと行きにくいんですよ。すぐそこにワイバーンいるんですけどね。あー、見つか、あ、やばい、見つかるかこれ。大丈夫、大丈夫、見つかった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 、ってやって。はい、だいぶ逃げてきたんでね、もう大丈夫かな。この辺でちょっと降ります。大丈夫かな。はい、どう。あ、来てないね、来てない来てない。ちょっと待って。ちょっと待って。バシリスクいた今。あいつやばいんですよ。なんか緑の息みたいなのを吐いて、それ当たると恐竜だけじゃなくて乗ってる人も、ダメージを受けるんですよね。うぶぶぶぶ、あれ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 、直撃するとマジで死ぬ可能性あるんですよ。はい、ワイバーン巣戻ってきましたけど、怖怖い、もう本当に怖い。あ、いる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 、あそこにいる。あ、だいぶだからこっちまで引きつけられてるっちゃ引きつけられてんのか。じゃあここをちょっと上に行ってですね、もうちょっと先の穴からワイバーンの巣に入ったら多分避けられるんじゃないかな。はい、じゃあちょっと違う入り口来たんで、この入り口の方から入っていきたいと思いますよ。
ほら、わかりますかね？さっきのあの柱のところ。あそこあそこ。あの辺に卵があったはずです。来てないよね。いるいるいる。いるけど来てないから、そうそうそう。こっちの方に行きます。この辺よね。この先に確か青い卵。あった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 。あれあれあれ。あれ絶対良さそうやろ。なんか場所的に。レベル高いっしょ。行きます。どうかな。160。ライトニングアイバーン160卵ある。これください。いや、なんかあの YouTuber としてなんか喋らないといけないのは分かってるんですけど、あのなんか声出したらワイバーに見つかりそうなんですよ。逃げる。追っかけられてるかもしれへんけど怖くて後ろ振り向け。来てないよね、もうさすがに。来てる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 。ごめんなさいごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと待って、誰か助けて。スタミナないねんって。ちょっとこの子に気取られてくれへんかな。めっちゃ追っかけてくるやん。いや、やめてください、やめてください。もう無理です、これは。はい、スタミナ切れです。諦めましょう。プテ B はすいません、ここでも最後を迎えていただいて、プテ C で荷物を取りに行きたいと思います。もうダメだ。お？そこにいるけど？見失った？あいつ俺のこと見失った？あいつ俺のこと見失った？あいつ俺のこと見失った？助かったみたい。怖すぎるわこのゲーム。はい、なんとか帰ってきまして夜になりました。プテラノドン部隊綺麗に並んでますね。はい、プテ B がちょっとねだいぶ HP なくなったんでプテ C に乗り換えまして、今ね朝を待ってます。あー、こんな世界で何してるんやろな。早く日本に帰りたいな。確かここら辺やねんな。あ、いるいるいる。追いかけてきたワイバーンがこの辺にいるね。結構拠点から近いんだよな。はい、今ですね、あることを確認したくてポイズンワイバーンの卵85レベル、今取ってきたやつを孵化させています。はい、ポイズンワイバーンが生まれました。これをね、普通は、ワイバーン育てるにはワイバーンミルクというアイテムがいるんですけれども、シングルプレイヤー設定というものを、有効にしているとどうなるのか確認したいと思います。はい、シングルプレイヤー設定を有効にしていると、すぐ育つことが確認できました。次あたりからですね、シングルプレイヤー設定を外してのプレイになります。ちょっといつ外したかね、正確に覚えてないんで、そのうち外れてます。はい、それではですね、パーグさん自慢のティラノサウルス軍団、
みんなね赤と白のねティラノサウルスなんですけれども、こいつらでねあの拠点近くに、残っているワイバーンですね、あれをですね倒しに行きたいと思います。倒せるんかな。はい、こんな感じでね、ティラノがついてきます。ティラノ団子、もうね自分含めてティラノサウルス9匹いるんで、むちゃくちゃね、密集してついてきます。はい、目の前にブロントサウルスがいます。はい、倒れる間もなく消えましたね。これは強いでしょ。はい、じゃあいよいよねライトニングワイバーンすぐそこにいるんでやっつけたいと思います。さあかかってきなさい。どうよ、いる、そこにいる、そこにいる、うでてきてきてきた。よし、みんなへっつけろ。おー強っ。今ねライトニングワイバーンも地上に落下する前に全員で食いました。ライトニングワイバーン瞬殺。あ、こいつ来てなかった。一人置き去りにしてました。はい、アークはねこういうことがよくあります。遠足かよ。おかげさまで2000人達成しました。何でも気軽にコメント高評価お待ちしています。とっても励みになっています。最後まで見てくれて本当にありがとう。